あ、ぬるねえに相談がありますということで。何かしら。ねちょねちょ星人さん。違う星だね。違う星から。たまたまね、奇遇ですね。そうですか。福岡県って書いてあるんですけどね。福岡県のネチョネチョ星人さんから来ています。ぬるねえに相談があります。はい。貧乳の自分が嫌になります。チッパイを魅力的に見せる方法などあれば教えてください。切実です。ということで。でも、はい、まあ、本当のことを言うと、うん、胸がない人の方が、うん、まあ、またファッションの話になっちゃうんじゃますけど、胸がない方が、うん、やっぱり、スタイリッシュに着こなせるなと思いますね。それは本当そうですよね。なんで、あえて胸を潰すブラとかもありますからね。そうなんですよね。ありますあります。あと、お着物とかもね、似合いますよね。そうですよ。あと、ブラも小さい方が、まあ、値段もかかんないですから。サイズによって違うんですか？違います、そうなんですよ。D ぐらいから高くなっちゃうんですよ。マジっすか？そうなんです。布の面積なんですかね。ですかね。ですかね。まあそういうこともありますので、人生で何着着るかなってことを考えると、まあ総合的にすごく得をしているかもしれません。さすがぬるねえ、いいとこ探しが上手ですね。ぬるねえすごい。もう一回出しておきますか、ね、今はどういう感情ですか？大したもんだなと思って。せっかくなんかいい方向に行くのになんとなく卑猥な雰囲気が漂ってしまうんですけどね。その音が出るとね。うそうですね。いやなるほど。耳なんて飾りですからね。え？飾り飾り。あ、飾りですか。そうそうそう。え、どうですか？あった方がいいですか？僕はもう、僕はおっぱいガンダム説っていうのをずっと唱えていまして。どういうことですか？いや、A、ね、アサルトバスターでもいいですよ。はい、B、バスターガンダムでもいいです。うん、C はもうチョバババ、なんか、キャプテンガンダムでもいいですよ。まあ、ガンダム、全部、ね、D はレンドルビームとかも、全部ガンダムなんですよ。いろいろある。ゼータまで。ダブルゼータまで。ゼータまで。なるほど。ガンダム全部男の子好きじゃないですか。そうです。かっこいい。ガンダムかっこいい。なるほど。俺たちガンダム好き。なるほど。だからおっぱい全部好きです。うわ、全部好きですよね。それはでもすごくわかります。大きさじゃねえよと。あ、でもそれはすごい心強いと思います。うん。そういうアドバイスというか。どんな形でもね、どんな大きさでも好きですよ、男は。どんな形がでも強いて言うならいいですか？飛び込んでくるな。一応。なんだろう、はい、なんて言えばいいんだろう。でもやっぱり一番大事なのは感度だとは思いますよね。まあそこの勝負になってきますよね。なるほど。敏感な方がいいと思います。だもう決壊させるためにもそうなんですよ。これやっぱこう、なんか触れた時にやっぱこう反応がある方がいいと思いますよね。で僕がちなみにすごい敏感なので、もうだからそれ以上にの方がありがたいですね。性能だと。性能か。性能で勝負しようと。いや、その意見も素晴らしいです。ありがとうございます。でもちょっと何の話になってるのかちょっとわからなくなって。どんな時を過ごしてるんだろう。どんな時を、まあいいんです、いいんです。なるほど、なるほど。こういうことです。深夜ラジオというのはこういうことなんですよ。いいですか？で、ちょっとなんか、くだらないエネルギーがですね、かなり最高潮に今達しているということで。そうですね。今ので、今の最後の何喋ってるかわからない。わかんない感じがですね、素晴らしくくだらない時間でしたからね。最高潮だったのですね。まあなんか、ちょっと、ここで、なんか、僕のギターの生演奏なんかをしてみるというのはどうでしょうか？うわぁ、ぜひ。提案を。普通にすげえ嬉しいです。また出ちゃうかもしれないですけど、いいんですか？先出しして。曲中に出さないでください、ね。先出ししてください。ちょっと準備しますので、自由自在。ちょっとなんか、ちょっと、はい、じゃ、テラちゃんと3人で話してくれていいですか？